この世に邪悪がはびこるとき、必ずや現れると言われる希望の存在。はい、セイントセイヤスタディの時間です。今回は誰について学ぶんだ？この方ね。左右非対称のクロスが活かしてんな。あとついでにこの二人も紹介しておくわね。お、先生と仮面少女ですな。今回はサンクチュアリに乗り込むお話と、その出発直前に起きた物語よ。展開の移り変わりが激しいからしっかりついてきてね。頑張ってスタディします。それでは本編スタート。コスモを燃やせ。サジッタのトレミー。打倒強行のためにサンクチュアリへ乗り込んだ聖夜たちを待ち受けた。最初はフードをかぶった案内人の姿を装い、聖夜たちに多数の幻影の矢を放つファントムアローで奇襲をかけた。幻影の矢に黄金の矢を紛れ込ませており、真の目的はこの矢をサオリの胸に打ち込むことであった。この矢は刺さってから12時間で相手の命を奪うもので、矢を抜くためには強行の力が必要とされたため、聖夜たちは強行の間を目指して12時間以内に12級を突破することを強いられ、ゴールドセイントたちとの死闘が繰り広げられることとなる。原作のポセイドン編及びハーデス編ではサンクチュアリの慰霊地に枯れ名義の墓が見られるが、ハーデス軍の先兵として墓から這い出したような痕跡は見られなかった。サジッタのクロス、ブルーを基調としたカラーリング。私自身嫌いなクロスではないです。ケフェウス星座のアルビオレ。旬、ジュネの師匠。その強さと誠実さから多くのセイントたちの信頼を集めていた。弟子への指導では手厳しい態度も見せていたが、シュン、ジュネとも彼を尊敬しており、セイントの称号を得たシュンがアンドロメダ島を立つ際、シュンのコスモはネジュラチェーンに頼る必要がないほど強大に育ったと認めていた。アルビオレ抹殺のためにゴールドセイントが派遣されることから、かなりの実力者と見られる。原作では強行に対して疑問を持ち、サンクチュアリへの招集にも自らの意思で参加せず、また何人かのセイントが彼に同調したため、サンクチュアリの直命によりゴールドセイントアフロディーテに抹殺された。原作登場の名前はダイダロス。アニメのアルビオレはシルバーセイントながらゴールドセイントに匹敵する力量の持ち主とされる。刺客として派遣されたサソリ座のミロに抹殺されたものと思われていたが、実はミロはアルビオレの前に苦戦を強いられており、密かにアンドロメダ島へ向かっていたアフロディーテが毒バラを放って闇討ちでアルビオレの動きを封じ、実質的に仕留めていた。クロスの発売はされておりません。カメレオン星座のジュネ。声優は今は亡き鶴ひろみ。セイントセイヤでは他にマーメイドのテキス、有名なのはブルマさん、ドキンちゃんを担当。おっと話がそれました。アンドロメダ島でアルビオレの元で修行していたシュンの姉弟子。戦闘時はクロスに装備されている鞭で攻撃を繰り出し、その威力は一撃でコンクリート壁を砕くほど。修行時代は、よく傷ついたシュンを解放していた。アルビオレがサンクチュアリにより抹殺された後、サンクチュアリへ乗り込もうとするシュンを止めるために来日した。この際に、本来は女セイントは素顔を仮面で隠す掟があり、素顔を見られた相手は殺すか愛するしかないにもかかわらず、愛するシュンの前で自ら仮面を外すことで自分の気持ちを伝え、彼を必死に説得したが当て身を受けて気絶させられる。原作ではそれ以降の登場はないが、アニメではその後、シュンたちがサンクチュアリに乗り込んだことをマリンに伝え、彼らに助力した。ちなみに彼女も立派なブロンズセイントである。クロスの下はタイツやストッキングのような着込みをしている。ただしジャンプ掲載時に初登場したシーンでは、タイツと脇腹のパーツは装着されていなかったが、単行本化の際にタイツ姿に修正された。この際、星座名もアメレオンからカメレオンに訂正されている。ジュネのクロスは登場しています。いろんな意味で眩しい。五老峰での出来事。アイオリアの権威を、聖夜たちもサンクチュアリとの決戦も近いと感じていたが、未だ支流からは何の連絡もなかった。そんな五老峰でのお話。聖夜が汲んできた命の水も全く効果なし。でも支流は前を向いていた。だがそんな中、キャンサーのデスマスクが現れる。
アーレスの勅命により老子の命を奪いに来たものであった。しかし雌雄が頑張って割って入る。全く攻撃が当たらない。渾身の蹴りもデスマスクの人差し指一本で止められた。雌雄滝壺に真っ逆さま。しかしドラゴンは蘇る。ロザン昇竜派発動。老子も驚くほどデスマスクを押し返してみせた。ただここでデスマスクも本気を出し石式を発動。しかし今度はアリエスのムーが登場。さすがのデスマスクも無傷では済まないため撤退した。アンドロメダ島での出来事。聖夜たちはサンクチュアリ出発を翌日に控えていた。ちなみに氷河ははっきりと、何もお嬢さん、あなたまで一緒に来ることはないんじゃ？と。それに対してサオリは私が一緒だと足でまといだというの？と。まさしくそれが現実となり。押すなよ、押すなよ、絶対押すなよバリのフラグが。ちなみに聖夜はこのご様子ですわら。出発当日、旬の前にジュネが現れる。第二の故郷、アンドロメダ島がゴールドセイントによって滅ぼされたことを聞かされた。スコーピオン、ミロによるものだった。アルビオレも応戦するが、ゴールドセイントの前に敗北。そんなゴールドセイントのいるサンクチュアリへ乗り込む旬を止めに来たのであった。ジュネは力ずくで旬を止めようとするが歯が立たず。ジュネに泣き疲れていると。今度はアンドロメダ島生き残り、レダスピカが登場。サンクチュアリを敵に回す旬を逆恨みし、首を取りに来た。旬を苦しめるが、本気を出した旬の前にクロス装着なしで撃破された。サンクチュアリ到着。いかにも怪しい案内人登場。そこに雌雄が合流。トレミーもようやく正体を表す。不意気味にファントムアローを発動。目の見えない雌雄が幻覚に気づく。そうと分かった聖夜がすぐさま流星剣を放った。あっけなくトレミーがやられた。弱い、弱すぎる。と思っていたら一本だけ本物の矢が混ざっており、サオリの胸に突き刺さる。矢は強行しか抜けず、さらに12時間以内に強行を連れてこなければならなかった。ここからが長く、厳しい12級編がスタートする。はい、いかがでしたか？ちょっと一言いいか？なんだい？サオリさんよー、なんでサンクチュアリに行ったよ。あんだけ止められてたのに。まあでもあの矢の剣がないと物語進まないでしょ？そうなんだけどさ、なんか腑に落ちないんだな。腑に落ちないのはトレミーの扱いよ。完全にカマセイヌじゃないのよ。でも彼は一世一代の大仕事をこなしてみせた。完璧よ。よし次回からはゴールドセイントだな。そうね、この人だわね。この人優しいのか厳しいのか、上司にいたら厄介なタイプだわ。そんなこともできないのですか？なんてうっすら笑みを浮かべて言われそう。腹の中が読みにくいタイプ。まあそんなところも含めてスタディしていくわよ。ラジャー。では今回はここまで。君はコスモを感じたことがあるか？君はコスモを感じたことがあるか？